グレゴリー・ベンフォードは、アメリカ合衆国の小説家、SF 作家。現在、カリフォルニア大学アーバイン校の物理学教授。専門は、プラズマ物理学、天体物理学。表記は、グレゴリーとも、代表的なハード SF 作家である。代表作は、夜の大会の中でから始まる、銀河の中心シリーズで、有機生命体と、機械生命体が絶えず戦争している。 銀河系を描いたものである。アラバマ州モービル生まれ。1963年、オクラホマ州ノーマンのオクラホマ大学で物理学の学士号を取得し、カリフォルニア大学サンデー語校で1965年に修士号、1967年に博士号を取得した。同年、結婚。妻はいくつかの小説で登場人物のモデルとなっているが、2002年に 亡くなった。一卵性双生児の兄弟ジム、ベンフォードがいる。兄弟で SF 小説を合作したこともある。二人はもともと SF ファンダム出身で、ボイドというファン人を編集していた。ベンフォードは無心論者である。父の仕事の関係で少年期を日本で過ごしたが、日本語は全くできず、日本人の名前もデタラメである。そのため、長年、 翻訳を担当した山高明は、作中の日本人の名を親しい SF ファンの名に変えていた。原文が何回としても有名であり、山高救世後、早川書房が翻訳者を求めて有力翻訳家多数に打診したのは語り草である。世界 SF 大会では、新日なのにジャパンパーティーに来ないと知られているが、日本人ファンと会話することに抵抗感はないらしく、 発言が難しい以外には偏見などは感じられない。現役の科学者らしく人間的な科学者を描くのが得意である。プロ作家としてのデビュー作は F&SF 誌に掲載されたスタンドインである。1969年にはアメージングストーリーズ誌に科学コラムを連載し始めた。科学者として実際に言っている研究の成果を取り入れた。 ハード SF 的作品を書いている。また合作もよく言っており、ウィリアム・ロツラー、デイビッド・ブリン、ゴードン・エクランドラとの合作がある。タイムトラベルものの長編、タイムスケープで、ネビューラ賞とジョン・ W ・キャンベル記念賞を受賞した。後にそのタイトルが、ポケットブックスの SFK インプリントの名前として、流用された。1990年代後半には、 アイザック・アシモフのファウンデーションシリーズの公式の続編となる三部作の一作、ファウンデーションの危機を書いた。この時期には、コスム、ザ・マーシャン・レース、イーターといった近未来科学スリラーを何作か書いている。アンソロジーの編集も手掛けており、歴史改編 SF を集めたアンソロジーやヒューゴー賞、受賞作家作品のアンソロジーなどがある。ヒューゴー賞には4回。 ネビュラ賞には12回ノミネートされているが、ネビュラ賞受賞作は、タイムスケープだけでなく、もし星が神ならばがある。1999年のワールドコンには、ゲストとして招待された。ベンフォードは、今も SF ファン人に寄稿し続けている。ベンフォードは1960年代以末に、コンピュータウイルスという概念を世界で初めて考案し書き残したと主張している。 2004年、ベンフォードは地球温暖化振興による災害を防ぐ方法として、ラグラン重点 L1 の宇宙空間に直径 1000km のフレネルレンズを建設し、回転させつつ浮かべるという方式を提案した。ベンフォードによれば、これによって太陽光を散乱させて地表に到達する太陽エネルギーを約0.5%から1%低減させることができるという。 彼の試算によれば建設コストは100億ドルほどだという。彼のこの提案は様々な場で言及されている。似たような案は1989年に j t r ー,ーが提案しており、1997年にはエドワード・テラーらも提案していた。2006年、ベンフォードはこの方法における危険性を指摘している。このレンズが建設されて温暖化の進行を防いだとしたら、 温室効果ガス削減の努力をする理由がなくなり、別の形で二酸化炭素濃度の上昇が環境に致命的な影響を及ぼすまで放置される可能性があるという。例えば炭酸ガスが海水に化学的変化を起こし、海洋の生命に壊滅的打撃を与える可能性がある。ベンフォードは火星協会の役員も務めている。ありがとうございます。